本田光は日本の国土交通機関。国土交通省北海道開発局長や一般社団法人北海道開発技術センター理事長等を歴任した。北海道小樽市出身。1973年3月北海道大学工学部土木工学科卒業。1974年北海道開発庁入庁。 1983年北海道開発局建設部道路計画課開開化開発専門館。1986年北海道開発庁地制化開発専門館。1988年北海道開発局建設部道路建設課課長補佐。1991年北海道開発局建設部道路計画課道路企画館。 1994年北海道開発局、函館開発建設部次長。1995年北海道開発局地成化事業計画調整官。1997年北海道開発局、建設部道路建設課長。1998年北海道開発局、建設部道路計画課長。2000年北海道開発調地成課長。 2001年国土交通省北海道局地政課長2002年国土交通省北海道局企画課長2003年国土交通省北海道開発局札幌開発建設部長2004年国土交通省北海道開発局建設部長2005年国土交通省北海道開発局,局長2008年北海道開発技術センター理事長 2017年北海道開発技術センター会長。同年北海道うちの建設会社などからの要請を受け、北海道外発政策研究所を設立し理事長に就任。2018年秋の叙勲で随法中受賞受賞。ありがとうございます。